おはようございます。8月の14ですね。414の 今朝7時半ぐらい。岩手山パーキングエリア、サービスエリアかな。まあここに5時、6時前ぐらいか、6時ぐらい前に着いて、まあちょっと1時間ぐらい。1時間半ぐらいか、仮眠して、今起きました。完全に寝起きで、なんかちょっとここは開けてるんですけど、ドア19.5度しかなくて、まあ関東も多分涼しいんでしょうけど、非常に涼しいです。涼しいっていうか、もうちょっと若干肌寒いですね。さあ、雨降ってきましたよ。ここ。きさん、雨降ってきましたよ。焙煎の手作り。3時半ぐらい。いや、もう12時近かったんじゃないですか。14時か。うん。で、ここ25時。25時。1時過ぎぐらいで、1時半ぐらいに出て、で、ここ2時半です。ザオ。ザオ2時半。27出発。27、そう、30分。ここで25時で25時半。のここが長かったですね。ここ超長かった。うん、ここは28時半だよ。花巻はさっきだから4時半でしたね。出てきましたね。あの山の方に、山の上に来たんですかね。
8680円。え、値段いくらですか？俺8680円。ああ、安いですね。僕10,170円。あ、なんかロボっぽいよ、なんかわかんないけど。やっぱりあれだね、一般道は地元のナンバーだね。そうですね。これ、なんだろう、十和田駅。せっかくだからちょっと行ってみます。南駅行ってみようか。ここかな？もう一本先か。ここですかね。来たね、これ。ラジオネーム、たかたかさん。登ってきましたね。気温が今22度で一気に下がりましたよ。ワインディングだ。ちょっと道がボロいけど。そうですね。国道103号線だね。十和田湖9キロです。了解です。いや、涼しいなこれ。もう21ですからね。下界から4度下がってます。何がきついですか？落石注意です。注意しようがないけれども。菊さん、落石注意の落石は落ちてくる石のことじゃなくて、落ちてる石に注意だって知ってましたか？あ、そうなの？どうぞ。実はそうなんですよ。いや、前々からね、ふざけた標識だなと思ってたんですよ。和田八幡平国立公園。あ、これここなんだ。ですね、ナショナルパークってやつですよ。これ、ビリーがなんかプチンプチン言うの。確かにかなり登りましたよね。直進レース見えたぞ、これ。素晴らしいです。素晴らしいですに入っちゃった。なんかさ、さっき後ろから歯音がすると思って入ったら、あ、いて、あっち、あれかな？どうぞ。多分今出てたっぽい。出てたっぽい。本当に大丈夫だよね。大丈夫じゃないですか。ちょうどいい。そうですね。
ヒメマスとニジマス、どっちが？どうも。思った以上に出てくるの早いです。これさ、これ詐欺じゃないですか。これ。洗車機とかあれば通してもいいですけどね。